それでは一緒に動きましょう。足を軽く開きます。両手を組んで上に大きく、一度力を抜いて、もう一度体をねじっていきましょう。一度止まります。滑らかに背骨を緩めていきます。肩を回します。もう一度大きく息を吸って、手を肩に置いて肘で丸を描きながら大きく動かします。肘を前で合わせていきましょう。胸を開いて背骨を滑らかに丸めたり反らしたり、気持ちよく動きはできていますか？体側のストレッチです。上に伸びて一度止まりましょう。反対です。脇の下から大きく伸ばしていきましょう。遠くへ足を一歩前に踏み出します。かかとをしっかりと床に押し付け、ふくらはぎのストレッチ入れ替えましょう。気持ちよくふくらはぎは伸びていますか？足を半歩前に出し大きく伸びて、お尻を引きましょう。呼吸も滑らかに、息を吸って下でゆっくり止まりましょう。ももの裏側のストレッチ、足を変えて尻を丁寧に引いていきましょう。下でゆっくりと止まります。足を戻して一歩前に出します。つま先立ち、膝を曲げて手をつけていきましょう。上に大きく伸ばして、お尻を深く、足を横に踏み出します。足を内ももを意識しながら寄せていきます。前に踏み込んで自分の体重を足に乗せていくようなイメージ。両手を開きましょう。バランスを取りながら下半身の強化です。反対、ゆっくり両手を前、膝をゆっくりと持ち上げていきましょう。つま先アップダウン、反対、丁寧に肩で深呼吸して、